はい、テイルズ・オブ・アライズというわけで、前回のね、続きからやっていきたいと思います。で、前回ね、結構中途半端なところで終わってしまったんですけど、まあ、とりあえず、この仮想を制圧しようか。結構広いのよね。うん。多分ここが出口だと思うんだけど、とりあえずここら辺もなんかすごい気になるよね、この空間。まあ、とりあえず進んでいく。こいつらをとりあえず倒すか。うん、とりあえずちょっと邪魔だから、あとレベル上げもやらないといけないから、こいつらを倒そう。はい。はい、OK、来た。いやー、こいつらが地味に硬くてめんどくさいね、マジ。ローの、なんかな、甲羅割りみたいな、必殺技みたいなやつが常に使えればいいんだけど、これいけなくないか、こっちから。これ上から落ちるパターンかな、向こう側に。だよね。これなんか、こっちからいける気配ないよね。え、気になるな。これこっちに先に、あ、これこっちもか。こっち、あ、こっちはこういけるパターンか。多分この川の方から、え、入れない、入れないな。これはもう多分 あれだな、多分このあの隙間から入って出るパターンだ。いや、こっちが、じゃあこのハテナハテナが正規ルートっぽいな。でも上の探索がね、全然終わってないから、ちょっととりあえず出てみて、なんか先に、あ、進みそうだね。うん。進みそう。シスロデンを出るとき、諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか。もう、過去がどうあれ、少なくともあの時、お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは、俺も同じなんだ。アルフェンは、戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは、自分自身の主になれと、自分だけの答えを見つけろと言った。だとしても、もっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時、頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい。だがその後は、教えてくれる人はもういない。悩んでみても、所詮、俺にできるのは戦うことだけだ。それに、レナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながら、その後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦って、それで勝てると信じてるのか？本当に。信じる。いや、信じたいが、本音かな。それすら正直、一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことはできる。一緒に戦い、悩み、探す。それじゃダメか。ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけど、とにかくやってみる。また二人で立ち止まって今度はお腹でも下したわけ？そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。んー、まあいいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。いや、アルフェンとローのこの関係性いいよね。なんかいい具合の。あ、ちょっとどうしようかな、これ。これ絶対もう正規ルートじゃん。で、上の方がね、全然一個も行ってないんだよね。なんかすごい気になるじゃん、あれ残したままだと。俺なんかすごい、何その、全部さ、見ていきたいのよ。ということで、ちょっと上戻ります。上戻ってちょっとなんかいいのあるか。あとなんかこの横のところね。こっち、絶対ここなんかあると思うんだよね。さすがにこの大広間。ここと、こっちちょっと、あ、これキノコか。キノコはいいんだよ。ここと、このこっち側、とりあえず。あと、上のところをちょっと探索してみようかな。こっから降りたら、いけるかな。多分いけるよね。こっから降りて、あー、来たね。ここに着くでしょ。で、こっち、うわ、絶対動くやん。わわわわわ。でも、あいつ、あ、すごい、鉱石がいっぱいあるな。はい。で、絶
対この石像動くし、あれ宝箱じゃね。とりあえずこのなんかうっせえやつらを倒そう。OK。 よし、こいつらはあんまり強くないから入れやすいんだよね。アーマーとかないから。問題はマジであの甲羅ついてる系とかだるいんだよな。オッケーオッケー。で絶対動くやんな、絶対動くよ。これちょっと CP 回復しとくか。オレンジ組で、オレンジ組めっちゃ重要だな今作。ちょっと CP めっちゃ、生でやってないよ俺。あっ、OK、よ先。お、広角の防護服、これ先切っちゃえばいいじゃんこれ。アルフェンじゃないってことはローかだね。お、いいね、結構上がるじゃん。これでこいつらと戦おう。めっちゃ動く、めっちゃ動く。かかってこいよ5体。いや多いな、多いけどまあ頑張るしかない。オッケー、いいね、結構瞬殺で終わったんじゃない。でオッケーオッケー、ここら辺綺麗になった。よし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 。でこっちサイドはもうないかな。うん、こっちでもまあ服はあったからいいね。これ何、ピーチグミ。いいよいいよいいよ。いやマジグミとかさ今作ちょっと高いから自給自足でね、出てそうなやつは全部その拾っていきたいんだよね。なんかもうほんと高いよね。ライフボトルとか何円だっけ、1000円ぐらいするじゃん。いや高え高え。で多分こっち側から降りたら、あの川サイドから多分降りると思うから。オッケーオッケーオッケー。うわ甲羅いるな、甲羅。うーん、まあ倒すんだけどこっからは上がれない。よしオッケー。でこれ拾って、でこのめんどくさいね、これのシェルとかいうやつをねボコボコにぶっ倒していきましょう。お、春雷。おお、ちょっと待って待って待って、何春雷、春雷って技覚えた今。春雷、春雷、ちょっと待って、これ春雷、雷をまとった月で瞬時に上空へ移動する特技。ほう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 、雷属性じゃん。しかもね雷属性、光、光っていうのかなこの場合は。あーどうしようかな。でも AG2 個使うやつ2個入れとくのもちょっとあれだから、空波絶衝撃を春雷に変えとく、とりあえず。うん、これでいこうか。でライフがやばいけど、はいはいはい、これで春雷からの、あれ、あーいいのかいいのか。やばい、ヒヨギが、ヒヨギが、ヒヨギが捕まって死んでしまった。オッケー、いいね、巻き込んで2体止めていく。いや春雷結構かっこいいんじゃない。あやばいね、確かに CP が。いやマジちょっとオレンジグミとか今度買い込もうかな。オレンジグミ、あーまあパイングミでもいいけど、パイングミはさすがにね、あーまあ使うか、使うしかないわな。あちょっとオレンジグミとかそういう系を今度いっぱい買ってやった方がいいわ。 CP がマジ重要。キノコ拾います。で川サイドから降りたら何かある、こっちなんかあるかな。これ泳いでって砂、あなんかちょっといい宝箱があるじゃん。あお前らか。お前らならいいわ、こいつらならまだ楽、ぶっちゃけこいつらは弱い。はい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 、はい、オッケー、いいね。あこの宝箱はまたいいのが入ってるんじゃないの。伏兵置いてるぐらいだから。ムーブリング、移動速度を高め逃走、はあ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 、逃走系ね。でもあんまり逃げないからな、逃げたら経験値ないからね。レベル上げがしたいからあんまりまだ装備しなくていいかな。スキットを見るか、ずっと右下にあったね。全然ひたすら攻めて攻めて攻めまくる、戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつだ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて拳に新たな力が宿るんだ。ジルファに、そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際
打たれ弱いね、ローって。防御力低いんだ。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。いやー、お、なんでもよくある。二人とも結局何の話をしていたの？あの話に続きね。だから男同士腹を割った話だよ。ちょっと女には聞かせられねえな。そうなの？まあ女性云々はともかく、言いにくい話といえばそうかな。言いにくい。やっぱりお腹の話だったの？ずっとそういうリンウェルがずっと勘違いしてるよ。そういう話じゃねえっての。別に肝心な時に役に立ってくれるなら何でもいいわ。よし、とりあえずこの右と左は倒したんじゃねえわ、取ったから、あと上をちょっと上層の方を見に行ってみようか。待って、ずっと上層言ってたけど、上層とかどこにもなかったんだけど。え、俺は何をずっと勘違いしてたんだろう。何なんだろう。俺こっち仮想でこっち上層と思ったのかな。いや今自分で降りたのにね。なんで。え、勝手に3階建ての作りだと勝手にな、俺いつから思い込んでたんだろう。やばいな、ちょっと。ここに来て、上層行こうって思ったら、どこに上層あんのって思って。こっちの上層戻るしね。いや、間違えてるわ。うん、これ単純にもうこれ全部探索終わったわ、これで。普通に間違えてた。もう上層なんてなかったわ。うん、俺ずっと何言ってたんだろう。多分俺1個前の動画からずっと上層言ってたよね。いや普通に、じゃあ何もないわ。もう全部探索したわ。帰ろう。普通に間違えてた。マジか。何を間違えたんだろう。何を見間違えたんだろう。綺麗。いるの？いるけど、まあ分からんな。うん。まあいいわ、いいわ、いいわ。お、ムービー。自然がすごいとこね。エリデメナンシア、緑に覆われし豊穣の国だっけ。その名の通り一面緑だね。ああ、風も気持ちいいし、カラグリアやシスロディアとは大違いだな。なんて雄大で豊かな自然、美しいわね。何？いや、そういうところは同じなんだなって。あそこに見えるのが主婦ビスキント。いいこと、メナンシアは五領の中でも排出した王が多かったはず。心なさい。あ、シオン。ここの国がスルドの王を決める中で一番王になったってこと？俺たちも行こう。ロー、大丈夫か？ああ。いや、この景色、親父にも見せてやりたかったなって思ってさ。さあ、置いてけぼり食らわないうちに行こうぜ。大丈夫かな？こればかりは、あいつ自身が乗り越えていくしかない。いやー、もうジルファがいたらね、心強かったのに。ここにもうローとジルファの2強で殴りまくってくれて。エリデメナンシア、緑でしょ。緑だから何属性？地属性とか知恵の継承。精霊力には属性があり、ダナには闇がなくて、レナには光がないんだったよな。うん、小さい頃うんざりするほど覚えさせられたっけ。闇の属性のことはどうやって知ったんだ？ダナにはないわけだろ。わからないよ、どの知識がいつどうやって得られたのかなんて。忘れられた知識だってきっとあるだろうし。確かにな、
それがあったことすら忘れちまったこともきっとたくさんあるんだろうな。うん、だからこそせめて残ってるものは大切にしないとだよ。昔のものが好きなのか。好きっていうか、私とこの世界をつないでくれる感じがするから。つないで？なんでもない、気にしないで。やっぱりわかるわけないか。しょうがないよね、フルー。え、この世界の人じゃない説あるの、リメル？お、どうしたの君。え、これってあれじゃない？あ、違うか。もう一人のパーティーメンバーかと思ったけど全然違ったわ。髪の色ぐらいしか合ってなかった。怪我しまって動けねえんだ。ん、頼むよ。了解。普通にクエストか。めっちゃね、もう一人のパーティーメンバーかと思ったけど、名前なんだっけ、名前忘れたけど。あ、え、あ、もういいの。あ、違うよね、あの星マークか。あ、二人いんのね。 CP、 OKOKOK。 さっきオレンジ組使ったからで、オッケー、お礼をさせてくれ。おー、いいね。これはトマトで、あとこいつか。なんでこんな離れてんの。痛くなくなった、すごいや。卵。うん、奥にもう一人。一応助けてってどういうこと？何それ、そんなに仲間じゃないの、お前らにとって。結構どうでもいい。20、あ、こいつ、え、何こいつ、なんて格好に来てんの。あ、 CP やべえな。3人使ったらさすがに60何歩とかいくもんね。ワンダーバード、え、ワンダー族の人もしかして。え、ワンダー族の人、すごい目がね。おお、これは奇跡か。治癒術、うん、二度そんなこと言うなって。これが幸福か、うん、友達を傷つけ、やれやれ、そんな。ワンダーバードね、もうワンダーシリーズの人でしょ、どうせあのテイルズのワンダーシリーズの人でしょ。いいな、アルフェンだ。よろしい、再会の日。え、じゃあこの人はこれから結構会っていくのかな。お、癒して、ああ、その怪我している人を治したから。あ、治癒術の回復力アップとかいいね。これこれはオーバーリミッツ延長、延長もいいね。ハートレスサークルあるのか、ハートレスサークルいいな。はー、うーん、いや、ハートレスサークルなんじゃない？ 400 使うな、でも。いや、でもハートレスサークル強いよね。今、ファーストエイドだよね、確か。いや、ハートレスなんじゃない？やっぱり。うん、ここはハートレス。リンウェルもなんか取れるな、これ。どうしようかな、何がいいかな。受け身、シャープネス、シャープネスとかいいけど、シャープネスにしとく。とりあえず。OK。うん、まあこんなもんでいいかな。マジックチャージ。まああと技とか覚えといてもいいけど、これいいな、連続。栄翔時間短縮とかあったら。あ、1000もあるじゃん、こいつポイント。うん。AG 増やすとかあったら取りたいけど。AG 回復、10ヒット時。こんなのいいのかな。とりあえず技覚えてもいいけど、技覚えるか。うん。技覚えて、まあ、こんなもんでいいか、とりあえずね。アルフェン、アルフェンあんまないね。空中技覚えてもいいな。流星人とか空中技覚えるのはまああり。今あれしかないからね。なんだっけ。あ、飛天ショークも空中技か。飛天ショークでもいいけど、どうしよう。え、飛天ショークにしようか。飛天ショーク覚えよう。で、飛天ショークをつけよう。今ずっと影狼だからね。放っておけばよかったかしら。ありがとうな、シオン。
なんであなたが礼を言うの？うわ、またおるな。こいつらでもあんま強くないから全然いいんだけど、こいつらはマジでそんなに強くない。はい、これで終わりだ。よし、いいね。とりあえずこれで石を取って、OK、休憩ポイントあるな。ちょっとグミを買い込もうかな、とりあえずね。なんか武器とかある？新しい、 あるな。あるけど、なんかイノシシのなんたらとか猿のなんたらとかいるから全然作れない。うん、こっち、あー、まあ1個下なら作れるけど、どうしようかなっていう感じではある。まあ作ってもいいな、作ろうか。これ作って装備して、あー、こっちもなんか同じような素材がいるんだよな。でもまあ1段階上のこれを作るのもあり。作ろうか。うん、でローも作れるな。ローも作ろう。はい、で、アイテムです。とりあえずオレンジ高くね？ 3,000 円もするの？え、3,000 円もしたの？オレンジ組、ちょっと待って。ライフボードの方が安いじゃん。 3,000 円はバカじゃん。マジか。そんなにオレンジ組の価値ってバカ上がりしてんの？マジで。ちょっと売るのある？なんか金になりそうな。だってパイング4500円もするんでしょ、売って。やっべえな、この世界。ちょっとマジか。どうしよう。うん、マジで。まあ使わなくなった武器売るのもまあいいけど、なんかね、こういうのコレクションしたい人だから俺はあんまり売りたくないんだよな。マジか、オレンジ組。あー、でも背に腹変えられんけんな。1個買っとくのもあり。買おうか、買おう。マジか、こんな高いと思わんかった。作るのは特にないでしょ、もう。しか作る金がねえわ高くね？そんなにしたんだ。全然。お、エイジ増えた、いいね。報酬劇と、まあでもクリティカルダメージアップとか取れたらいいなってぐらい。これは何？ブーストアタッカー。うーん、たっけーなー、マジで。とりあえず休憩しましょう。 CP 回復させよう。マジ、気楽にオレンジ組使おうって思えんくなったわ。なんだ、ジロジロ見て。料理。まあなんでもいいけど、やっぱ素材がいっぱいあるキノコでいいかな。キノコをアルフェンで作る。できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。よし。お、シオン、リンウェル来てるな。シオンにしようか。少しいいか。休まないの？少し話がしたいと思って。話すことなんてないけど。そうか、邪魔なら戻るよ。別に邪魔とも言ってないわ。ああ。ごめんなさい、他人といることに慣れてないの。何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ、子供の頃の話とか。ずっと茨があったから。これといって、そういえば友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。子供の頃の私にとっては、それが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、ずいぶん一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない、ただその人形誰がくれたのかと思って。覚えてないわ、ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ？レネギスを離れるとき置いてかざるを得なかったの。残念だけど多分もう残ってないと思うわ。お、そろそろ休みましょう。茨ってそんなもう
子供の時からって、もう生まれた時からあったのかな、シオンの茨の呪いは。落ちた。俺よりシオン無限の胃袋。やめて、そんな称号つけるの。満腹時怖い。満腹、お、なんでこれ、ウィーデハスタ CP、 ほうほうほう、無限の胃袋とかいう称号ね。アクセサリー4回作成、うん、こういう袋を発見 80% って相当先なんじゃない。アイテム入手 50%。 いやー、そういう収集系ね。サブクエスト、ブーストタック、料理はいけるかな。うん、襲撃の習熟度、これはもうめっちゃ使ってもらうしかないよ。行きましょうか。これはどっち、こっちをとりあえず見てみる。おるやん、おるやん。お、南国コサージュ。にぎわってきたかな。こっちは何もないな、フルルがいたぐらいで。進んでいこうか。ここにもいんの。あれ、ここってさあ、なんかあるね。ここって体験版のところじゃない、こんな感じじゃなかったっけ、体験版。ムービーか、なんかぽいんだよな。ズーグルが多いな。ん？連戦ボーナス。戦闘後バトルスコアに応じてボーナス値がたまります。現在のボーナス値は、ほうほうほう、希少種とかおるの。希少種。おお、もう勝手に戦う、お前戦うじゃん、もう勝手に。ボア、はい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 。これを倒した後に次のやつをすぐに倒したら、なんか連戦ボーナスで希少種が出やすいってことでしょ。いいね、終わったね。ちょうど非容疑で終わったね。もう一戦行くぜ。あ、もう勝手に行くじゃん。勝手に始まるじゃん。お、なんだこいつ。え、こんなやついなかったよね。え、なんか上にコウモリついてんだけど。でもあんまり強くない？何をしてくるの？突進ぐらい。なんだこの変なやつマジ。あ、魔法を貯めてるな。魔法を使う系？よし、はい。でもあんまり強くないよね。間違えた。普通に弱い、普通に弱い。ああ、弱い弱い弱い。硬かったぐらい。のけぞりがなかったぐらい。やったな。たくさん倒した甲斐があったな。お、心機一転の人暴れ。ああ、このね、称号ね、再起の銀狼。お、空中ジャンプとかあんの？ 2 回ジャンプ？これ、ロンド旋風。ロンド旋風誰が使ってたっけ？柔道かな？使ってた気がする。まあなんかちょっと溜まってきたけど。まあでもまあいいか。まあ、技覚えるのもあり。うん。技ないか。あるんか。ロンド旋風覚えてもいいけど。でも、ローはこういう AG とか BG とかそういう系取った方がいいのかなっていう気がするんだよね。戦闘開始時、このブーストゲージ上がるとかいいんじゃない？オッケーオッケー。まあ、とりあえず何回も連続で戦ってったら上がりやすいと。希少種が。あ、今1って出てるんね。こいつら戦う？じゃあせっかく1出てるから。戦っていく？ずっと。どうもこんにちは。いや、このシェル強いんだよな。マジだるいんだよな、こいつら。オッケー。いや、マジかって、こいつら。硬すぎ。よし。雑魚には負けねって。で、多いな。多いけど、まあ、こうやって戦っていくか。ボアと、まあ、ボアが強いぐらいかな。はい、はい、はい、オッケー、いいね。よし。ここら辺も全部一掃していく、ついでに。今、2位まで溜まったね。何、希少種出会うゲージみたいなやつが。こいつらは弱いから、楽勝。よーし、いいね。弱い弱い。マジ、こいつらは楽。よし。わー、こっち、なんかすごいね。
こっちは、おお、あ、こっちもめんどくさいね。おお、来たね。おお、死ぬて、その突進の力は。いいね。あとはあっちのグループぐらいなんじゃない、このフィールドにいるの。よし、お前らが多分最後だ。かっけえな。おい、おー、この状態から続けていけるのね。はいはい、ヒオフギフィニッシュでも次の敵に行くんだ。オッケーオッケー、いいねいいねいいね。よし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 、これでもうここら辺一体は終わったんじゃない。ん、あ、フルフ、んフルルがプルプルしてる。確かになんか地図下のゲージが青くなってるけど、今がもうマジレア度マックスでーすの状態なのかな。でもこいつら別に地上手でもなんでもないよね、いつものやつだよね。はいはい、間違えた、まあいいか。はい、ナイス、オッケー、よーし。あ、まだ続いてるんだ。おお、回復するんだ。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、敵探そう、敵探していこう。この状態が切れる前にちょっと敵と戦わないとちょっともったいない。オッケー、いいね。もうでもさすがに敵がいないんじゃない。いや、もう先にゲージ切れそう感あるけど、もうマジ敵いないよね。いないな。これはガチで倒し尽くしたかな。ああ。まあ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 、もうこんだけ戦えればいいんじゃない。もう探索もし、ああ、おったね、おったけどもう切れるね。もういいや。ちょっと先にちょっといろいろ見よう。さすがに倒しただけで全然あたり探索してないから、OK、いいわ。あ、なんかいるじゃん。いるけど別にここ、ああ、なんか鉱石あるのか、欲しいな。もう戦うしかないよね。うわ、先に戦いたかったな、あのゲージがあるときに。おおおお、え、なに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 、え、え、お、え、ちょっと待って、なんでその乱入モンスター、え、どういうことどういうことどういうこと、ちょっと待って待って待って、そんなそんな急に急に来られてもちょっと今、え、ちょっととりあえずちょっと待って待って、とりあえずこいつらを倒そう一回、とりあえずこいつらを倒さないとあのデカブツとデカブツの相手はできない。よし、とりあえずあいつがあと1体だからこいつを倒してしまおう。やべ、また使用し、あ、間違えた、エスケープじゃない、違う、で、ライフボトルね。オッケーオッケー。ライフボトルは結構いっぱいあるから、もう全然、もうバリバリ使おう。いや、もう一体いいんじゃん。めんどくせ。はい、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 はい。いや、もうこのままつなげばいける。オッケー。これ倒せるかな、うん、でも一応、普通に減ってってるから、まあ未来はあるな。オッケー。まあ頑張っていこう。とりあえず。うーわー。ぐい。ローが死んだか。まあシオンにやってもらってもいいけど、ライフボトルを使っていくか。よし。オッケー、いった、威力、マジ、威力、威力。もう遠くから魔人幻想がだけを連発した方がいい説あるよ。え、こういうやつがあの地消臭なのかな。なんかすごい、溜めて、うーわ、ディオレイヤかよ。普通にもうほんと遠くから魔人幻想が打ち続けた方がいい説あるよ、これ。でもまあ意外と、怖い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 。何をやる、その飛ばれたら困るんだけど。飛んだ時シオン使ったらもしかして落ちるかな、落ちる説あるよね。ちょっとやってみる。飛んだな。ここでシオンを使って落ちたね。いいね。やっぱり落ちるんだなお前はな。ほら、はい、いいよ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 。ここでダメージを稼いでいきたい。よし、いいね、いいな。こいつ空を飛ぶたんびに落とせるから、ここでダメージをしっかり稼いでって、これが終わったら俺にヘイトを向けさせて、リンウェルとシオンが、こう、あー、シオンが死んだらマジもう、シオンの時だけライフボトル使おう。てかもうこれが最後の一本なんだけど、シオンに死なれたらもう困る。怖い怖い、危ない危ない危ない。俺がヘイトを買って、あとリンウェルとシオンが遠距離でやってくれたら嬉しいけど、また飛んだね。うわ、リンウェル死んだ。いや、きついぞ、これは。オッケー。やっと半分か、これで。いやー、きっついな。やっと半分。いやー、ちょっと今のところリンウェルにヘイトが、リンウェルじゃなくて、シオンにヘイトがいってなくて、おい、当たんのかい。いってなくて、なんとなく助かってるけど、と
とりあえず俺に、ああ、地図直してもらうか。OKOKOK。俺にヘイトが行ってる間は、とりあえず安心できるから、シオンに行かれたらちょっと困るけど、もうこの調子で残り半分頑張っていくしかない。ああ、そうか、変わるのか、ちょっと。何をやってくんの、マジ。スピード速くなったぐらいかな。飛ぶ。これ落とせるかな、これ。落ちないのか、あれ。うわ、やばい、やばい、やばい、シオン、マジか、シオンが死んだ。もうあと俺が頑張るしかねえ。いやー、あの状態打ち落とせないのか。あ、もったいないことしたな。普通に俺がシオンを殺したやん、これ。やらかしたな。マジもう一人で頑張るしかない。ライフボトルもないから。マジで？マジか。いやー、暴発したー、暴発したー、マジか。いやー、絶対に勝てたやん。やらかしたー、マジ。何がしたかったん俺は。うわー、マジか。うわー、ちょっときっ、うわー、マジで集中力切れた俺の。絶対倒せてん。うわー、マジか。いや、ちょっと悔しい。しかもこれがあいつとまた戦えないでしょ、多分。なんかレアモンスターみたいな感じでしょあいつ。マジで。うわー、もう絶対勝てたやん俺が。もうマジ集中力切れたんだろうな。マジで。勝ってる試合に、この、俺のミスで負けた時のこの悲しさね。あっこまで減らしたのに。いやー、マジで？うわ、ちょっと。しかもあんだけ物資っていうか素材使って、勝てないのね。いやー、きついな。これはもうあと、まあいろいろ探索するところはあるけれども、とりあえず休憩をしないと、もうアイテムも何もないしな。アップルグミ買っとくか。むしろアップルグミいっぱい持っといて、CP 使ってファーストエイドとかハートレスとか使ってくれる前に回復した方が、まあオレンジグミ使うよりはね、金銭的に優しい感あるよね。で、とりあえずここで休憩しよう。いやー、マジであれに負けたのが、メンタルがでかい。メンタルが。いやー、マジで？あれは絶対に勝てたのにな。いや、ちょっと引きずるな。作ろう、キノコ。できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。いやー、なんであの空飛んでる時に、ロート。相手になってくれるか。あ、相手ってガチでそういう相手なんだ。話し相手じゃなくて稽古なんだ。いや、それは痛いでしょうね、そんな鎧ぶん殴ったら。でも鎧はあれなんじゃない、壊せる、なんかローの特殊能力なんじゃないの。いやー、きついな、あれ負けたの。いや、とりあえずちょっとここで一回区切ろうかな。ちょっと行くとこ多すぎるし行くとこ多すぎるし、ちょっとあれにね、ちょっと俺のミスで負けたっていう、ちょっと精神的苦痛がまあとりあえず、まあ次はね、このいろんなハテナ、あと、まあそもそもここら辺いろいろ行ってないし、あともうアイテムもね、あいつに結構使い果たしたんで、お金も稼がないといけないし、いやー、やらかしたマジ。はい、とりあえず、今回はね、ここで区切りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回。バイバイ。